アルベマール・アームストロング・ホイットワース・アルベマールは第二次世界大戦中にイギリス空軍で使用されたアームストロング・ホイットワース社製のグライダー栄光機兼輸送機である。当初は爆撃機として開発されたが性能が不十分だったため輸送やグライダー、栄光任務に使用された。グライダー栄光機としては数々の戦場で活躍した。アルベマールは 元々は、双発の偵察爆撃機として、ブリストル社で開発されていた機体だったが、途中から、設計、開発が、ホーカ放シドレ例グループのアームストロングホイットワース社に変更となり、試作機は1940年3月に初飛行した。アルベマールは、イギリス空軍機としては珍しく三輪式の着陸装置を有する中翼の双発機で、胴体の非常に大きく長い爆弾層には、 様々な種類の爆弾が搭載可能だった。機体構造上の特徴は、機と交換の骨組みに、合板張りという全時代的な構造になっていることであった。これは、戦争の激化による戦略物資の不足を見越して、少しでも金属を節約するとともに、軍需工場以外の産業を動員して生産可能とする狙いがあった。 当初イギリス航空省からは1000機の発注を受けていたが機体構造の古さとエンジンの不調により速度上昇性の音も爆撃機として使用するには性能不足だったため第一次納入された32機の実戦部隊への配備は見送りとなった爆撃機としては失格と判断された本機だったが機体の大きさに余裕がありエンジンの馬力が比較的大きいことに目をつけた空軍は 特殊輸送機及びグライダー栄光機として転用することを決定した。その結果、第二次納入分以降の生産機は、すべて輸送機か、グライダー栄光機として生産された。なお爆撃機として生産された機体も、後にすべてこれらの方に回収された。輸送型は、爆弾層を廃止し機体の右側面に、貨物扉が設けられていた。また、グライダー栄光型は、 ビブに栄光フックが取り付けられていた。1943年1月に輸送型の1号機が部隊配備され、これ以後の数々の進行作戦に参加した。グライダー栄光機としては1943年7月のシシリー上陸作戦が偉人で、その後ノルマンディ上陸作戦やマーケットガーデン作戦投手用な戦闘にエアスピード、 ホルサグライダー等を栄光するなどの活躍を見せている。1944年12月までに合計600機が生産され、ごく一部の機体はソれに供与された。アームストロング・ウィット・ワース・アルベマール。ありがとうございます。